モンパンシエは、フランス、オーベルニュローヌアルプチ域県、ピュイドイコールドーム県のコミューン。モンパンシエは、リオンの北 30km、ケントクレール・モンフェランの北 45km、リシートは高速道で 22km 離れている。元の国道9号線である県道2009号線上に、あるオーベルニュの村で、エグペルスの町の隣にある。 美しい眺めの楽しめる石灰岩の小山の上にはモンパンシエ城がある。テル・オーベルニュの路線であるサンジェルマンでホッセニーム・クルブサック線がコミューンを通過する。最寄り駅はエグペルス駅である。モンパンシエ城、フランス国立図書館所像の絵、モンパンシエとは小山の名前マンズ・パンクリに由来する。小山の自然の形状から 歓喜されており、小山の周囲を取り囲むように村が成長した。モンパンシエの小山は、オーベルニ北部の戦略的要所で、重要な歴史的光景の目撃者となってきた。紀元前52年、ユリウス・カイサルは、ゲルゴイアの戦いのさなか、おそらくこの小山で軍の到着を目撃している。892年、ウードーは、モンパンシエの山のふもとで、ノルマン軍を破った。 1362年、ブリニエの戦いの後、1200人ものタールベニューがオーベルニューを荒らし回った。同年、モンパンシエにおいて、エンリケデトラスタマラの指揮下にある400人のスペイン人とカスティーリ人たちにより、彼らは粉砕された。11世紀より、モンパンシエ領主が生まれ、1176年に、家系はティエール家から傍住家に移った。 1226年11月、ルイジシュオコトとルイ8世は、アルビジョア生伐の間に、高熱で、モンパンシー城で没死した。1308年、ドルーケが、モンパンシー領主となった。1384年、領主権が、ベリー港、ジャンドフランスに売られ、白爵領に格上げされた。1434年、マリードベリーを通じて、 モンパンシエ伯領はブルボン家にもたらされた。ブルボン公シャルル3世はコネタブルドブルボンと呼ばれた人物で、フランソア1世を裏切り神聖ローマ皇帝カール5世に就いた。したがって、モンパンシエ伯領は1525年に没収され、1539年に彼のアネルイーズド・モンパンシエのみが継承者となり、後に公爵領に昇格した。 1566年、モンパンシエ公フランソワは、ルネダンジューを妻とした。ルネダンジューは、1662年に、ラファイエット夫人が書いた小説、モンパンシエ公爵夫人のモデルである。1627年、モンパンシエ公領は、オルレアン家のものとなった。フランス王子、オルレアン公ガストンの日となっていたマリード、ブルボン・モンパンシエが亡くなったためである。 ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カシニー2004年以降 i NSEE ありがとうございます。